ハイン・リヒ45世、プリンツ・ロイス・ユンゲレリーニエは、ドイツの両方ロイス・ゲイラ公国最後の後世子。ロイス家課長、ロイス・シュラヤ最後の当主であった。少年時代のハイン・リヒ45世、ロイス・ゲイラ公、ハイン・リヒ27世とその日で、ホーエンド・エランゲンブルク公女、エリーゼの間の三男として、エーバースドルフで生まれた。 ドレスデン中東教育学校を卒業後、第一次世界大戦に中尉として従軍した。終戦とドイツ革命の後、ライプツヒ、マールブルク、ミュンヘン、キールなどの諸都市の大学で文学、音楽学、哲学を学んだ。ハインリヒ45世は熱烈な演劇のファンで、講演者であり、また、監督、劇作家、顧問でもあった。百二十三年には、 ゲイラのロイス劇場の演劇部門の責任者となった。1928年に父が死去すると、ハイン・リヒ45世は、ロイス公家の課長となった。その前年の1927年にロイス・グライツ、広告の統治者だった同族のロイス・グライツ家が断絶していたため、ロイス公の儀礼称号を名乗った。ハイン・リヒ45世は、生涯独身を通した。 1935年、文イエス寺のロイスケストリッツ公使、ハイン・リヒ一世を養子に迎え、4年後には、ハイン・リヒ一世を、自分の名のメクレンブルク公女、ボイツラバ・フェオドラと結婚させた。しかし、ハイン・リヒ一世はあくまで、ハイン・リヒ45世の財産の相続人に過ぎず、ロイスケ全体の課長の地位を引き継ぐのは、ロイスケストリッツ公家課長のハイン・リヒ4世と、決まっていた。 1930年代、ハインリヒ45世は国家社会主義ドイツ労働者等に共感し、同党に入党した。1945年8月にエーバースドルフで赤軍に逮捕され、その後は行方不明となった。おそらくソ連接収後のブルヘンバルと強制収容所に収監された後に殺害されたと推測されているが、収容所の死亡者の記録には名前が載っていない。 エイバースドルフ城、バイトマンシャイルカリ城、タールピッツ城、オスターシュタイン城などのハインリヒ45世の資産は、すべて1948年にソ連新中軍によって没収、接収されている。1962年1月5日、西ドイツのビューリンゲン地方裁判所は、ハインリヒ45世の死亡を宣告した。これに伴い、後継者に指名されていた。 ロイスケストリッツ校、ハインリヒヨンセイがロイスケの課長となった。ありがとうございます。